ルームさんのオールナイトロッカンサはい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、はい、第59回目オールナイト関西始まりということで、もう60回目寸前でございます。皆さん、あーね、もう60回、これを撮ってる翌日は名古屋です。そうですよ、連続ですよ。今週は皆さん明日生配信です。ちょっと連続2日連続になりますけど、お疲れでございます皆さん。無理のなさらないようにだけで、無理のないように、ね、今日はまあ、動画なんで、今日休んで明日のチャットに参戦っていうのでも OK ですし、はい、どっちでも結構でございます、はいはい、てな感じで、はい、もう名古屋に行く手前でございます、はい、いやいやいや、ほんでもう 暑くもなってきましたからね。そうですよ、ちょうどもうなんか昨日かむっちゃ蒸し暑くてね、もう私ほんまにビビるぐらい寝れんかったです、蒸し暑くて、うん、いや俺寝れんかった。もう初扇風機、もう昨日出したんですか。ああ、もうで俺こんなクリップ扇風機やねん俺使ってる。ああ、はい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 、でも それで無理な時になるともうエアコンにしちゃうから。ああ、でもね、この湿気ある時期って冷房にすべきなのかどうなのかっていうところ、意外とね、この6月とか、ね、この5月とか4月、この湿気のある時期に冷房すると逆にだいぶ寒くなってしまう時が多いです。難しいんですよ、難しいですよね、ほんまに、うん、だからね、私ね、もうこう湿気が増えたでしょう、うん、もうね、皆さんお気づきだと思うんですけど、髪伸びたって思いません私。伸びたんではないんです、ストレートパーマを当てたんです。ストパーいうやつですよ。わかめやないねんからな。でもね、あれね、なんかこう当ててバーって伸ばすじゃないですか、うん、髪の毛ここぐらいまでなって大変でしたねって、こんだけ縮んでたんですよ癖でって言われて。と思ってめっちゃ楽な、それでなんか感じ変わった、今日なんか、はい、まあ、色もあれやけどなんか感じ変わったと思って、毛伸びました。ここにこう斜めにスポーンとスパーン切ってね、スパーンと斜めに入ってくるからな。もう襟足もジャマイが切ってくれ言うて、いつも刈り上げてるんですよ、ギャーって。だからもうね、今働いてるところ行ったら今日も刈り上がってますねってめっちゃ言われるんですけど、うん、ジョリジョリしたなるやつやろ。ジョリジョリしたなるやつ、タワシみたいな感じなんですよね今。もう本当にね、もうこの湿気、また湿度超苦手で、うん、でジム行ったんですよ、うん、最近ね。でジムが地下で、うん、まあ、窓がないところなんでね、はい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 、でそこでやってたら人が集まりだすとなんかめっちゃ熱なるんですよ。なるね、人が集まると水蒸気が、そうなんですよ、うん、で今の時期って冷房つけるべきかどうかっていうのが迷うらしくて、その館内が、うんうん、確かに軽く熱中症になって、自分でなんかふわってしたと思って倒れて。へ、そうなんですよ、湿度怖い思って、え、暑かったですかって、なんかね、顔に熱が溜まって、なんか、あ、やばいなとか思ったら知らんで、なんかいつの間にか天井見てました言って。そうなんです。俺やったら多分大丈夫やろな。俺意外と湿度とか暑さに強くできてるんで、ですよね、まあ、だって、ね、長年その厨房で働いてたでしょ。そういうことか。夏場でもね、厨房って昔の店ってエアコンほぼ効かんぐらいのもう極悪な環境やったんですよ。まあ、言ったらずっとなんかサウナみたいなところで働いてるみたいな感じですよね、うん、43度ぐらいなんですよね大体キッチンの中って、夏場って。うわ、でそこでまあこう火炊きながらやるわけじゃないですか。あ、もう死ぬ、もう鬼熱いっすよほんまに。もうだって外出てないのに日焼けするからな。え、な、嘘、火つけてるからコンロつけて紫外線出してるんですか。あれ紫外線出ますからね、焼けますよ普通に。顔知らんかった。顔なんかもろくるで、顔でこう火見ながら毎日やると顔黒なんだから。たいめいけのおっちゃんもあんな黒いんですか。じゃあ、 あれはまた別、あれは自分で焼いてると思うけど、あれ焼いてるか、うん、すいませんアホなこと言った。でもね、厨房やってたからっていうのもあるし、で昔なんかキックボクシングさ習いに行ってた時とかはもうわざとそういう状態にしてやってたから。え、暑い状態で、うん、夏場に暖房つけんねん。まあ、もちろん水分ちゃんと取りながらやけど、うわ、で運動すんねん。え、体動かしやすいから、体動かしやすいから、もうあっちっちにして、で汗かいてっていう、そんなんやらされたね。
いい、私絶対死んじゃう。当時ちょっとデブやったから、もう我慢して、やらなしゃあないやんみたいなやってた、体重を落とすために。うわうわ、なんかあのボクサーの水に行きみたいな感じですよね。そうそうそう、ボクサーの水に行きに近いことはやってた。 あんな厳しいないけど、夏場でも今から暖房抱くからなーってボーンってストーブ抱かれて、干からびる、無理。もうダックダックなりながら、こうシャドウやったりとか、サンドバッグとかミット打ちとかやっとったもんな。でもそんな汗乾かないから、もうびっちゃびちゃ、とりあえず 出ただけの状態。うわ、いやもうほんと私も暑さにまず弱いんで、熱、汗出るんですよ、ちゃんと汗出るんですけど、なんか体内の熱を放出することができひんくなってきて途中から、でここだけ真っ赤かなるんですよ、なんか茹でたこみたいに、キー怒ったーみたいな感じで、ここだけ真っ赤かなって、ほんでもう、もうここから湯気出てくるんですよ、ずーっと、暑くて、これ、どないしようかねみたいな。だからもうね、ジム行くとき、ほんまそれこそクリップ式の扇風機自分で持ってって、うんうん、ここ当てとかなあかんな思って、あのパソコン用のデスクトップの、これ分かる人にしか分からんけど、 CPU クーラーみたいなのちょうどいいかもしれんな。アルミでできたやつ、こうフィンがついてて、そこにファンがついてるやつ、めっちゃ涼しくなんで、あれそうなんすか、ペチャって貼っといたら。ちょっと待って、ここに貼るんすか。ペチャって。もうだから私、ここっていうかこの辺やな、この辺とかやな、多分この辺冷やした方がいい、ね、下半身はそうでもないけど、うん、頭から上だけ冷やしたらいいんだから、そう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 、だから私ここ氷巻いてやるとか、いろいろ考えなあかんな。昔のアイスのみたいなやつをここ巻くとかな。あるやん、あの冷蔵庫に入れて何時間か使えるやつ、ありますね、あれの巻くやつあるから、ね、あのあれはあかんで、あの保冷剤、あのメンソールはあかんで、あメンソール、あれ意味ないでしょ、 あれ意味ないから、あれあの冷えたように感じるだけで、実際には温度下がるわけじゃないから、あれ間違える人結構いるんで、あれはあのごまかしてる、冷えた感覚になるだけなんで、気になるだけなんで、神経があのそういう風に感じるだけなんで、実際に冷やそうと思ったらアイスのみたいな、ちゃんと冷えてる氷っぽいやつをここに巻い、これここに巻いたらだいぶ変わると思うけどな、そのアイスのみたいなやつを買って1個、そう、それしよう、うん、本当に急に湿度と温度が上がったじゃないですか、うん、体がもう追いつかなくて、まさか自分で倒れるだなんて思わへんくて、うん、私がでも慣れてないからやろ多分な、もういやと思いますけど、俺みたいにずっと何十年そういう環境おったら、もう体がそういう風にできてるから。熱中症まずならへん人やから、あんまりあの時ぐらいかな、あのあ日本キューズモールのショッピングモールで直射日光を後ろに浴びながら、後頭部にめっちゃ直射日光浴びてやる、プラス黒い服着とったんですよ、そうそうそう、やばーみたいな、なんちちなんて湯気出てきてみたいな。あれも耐えたけどな、なんとかなんとかかんとか、もうすごいですよ、服から塩吹き出してて、汗かきすぎて、夏のあれ8月とかやったら、あれそう、えぐかったもんな、もうなんかもう野ざらしの何の屋根もないところで、屋根もないところでライブってやってたんで、で機械が壊れるしな、あれ暑すぎて、暑すぎてね、ずっとなんかあの直射日光浴びたら危ないからって言って蓋しとったんですけど、うん、それでも壊れましたもんね、うん、で私こっから半分がずっと赤いみたいな、ここ半分浴びとったんで、こうやってあれ大変でしたね。まあ、あれもでも熱中症なりかけかもしれんけど、なったことはないな、まだな、でもちょっと目がうつろになってましたもんね、うん、ボーってしてて、あの時はね、うんうん、いやーでも大変です、皆さん気をつけてくださいね、これからでもそんな一番6月とかこういう蒸し暑い時期が熱中症になりやすい時期やからね、地味にね排出できへんから、そうそうそう、だから気をつけた方がいいと思いますけど、ランさんも気をつけてください、対策します、ほんまにね、憂鬱な季節がやってきたなと思って、今ちょっと落ち込んでるんですよ。あ俺はね、なんで暑いの耐えれるかって言ったら、多分ちびん時によく外で遊んでたからかもしらん。でも私も外で遊んでましたよ、ちびん時によく外で遊んで、普通に夏休みとか虫捕りとか行ってたもんな、ずっと真っ黒けに焼けてなんかやってたもんな。でもなんかちっちゃい時私夏嫌いでした、暑くて汗かくのが嫌で、基本なんかもうじっとしてるか、うん、セミ取りに行ってるかぐらいやったんで、もう何しか外おったね、あのおかんが中に入れてくれへんかったから、家になんか帰ってくるなんて家鍵閉められるからお前ら外行って遊んでこい、お前ら外行ってこいって夕方まで帰ってくんない、鍵閉める、鍵閉める、ほんまや見放されてから外行かんしゃあないやって、今やったら結構大問題になるかもしれんけどな、なんか虐待やとか言われるぐらいのことはやってたで、うちのおかん
でも子供は外行って遊べの時代じゃないですか、うん、言ったらね。いやでもほんまにね、もう今切に願ってるのは早寒なれっていうことなんですよ。もう今から言うてんのみたいな。無理っすよ、今から暑い時期が。早寒なってほしいとか思って、うん、まあそんな感じでね、まあ、ちょっと暑くなってきましたね、はい、皆さんも お気をつけくださいということで、お気をつけください、はい、ということでオープニングでございました、はい、ありがとうございます。視聴者とこでございます。はい、ということで、はい、ちょっと音楽系の投稿をちょっとまとめていただいたんで、リクエスト系ですかね、はい、ちょっとランさんに呼んでもらいましょうか、はいね、では、はい、行きましょう。まず、はい、原口、ごめんなさい、ゲップが幸恵さんですね。いつもありがとうございます。ゆきえさんか幸恵さんか、どっちかですかね、間違ってたらすみません。ゆきえさんが多いかな、はい、多分ですかね、読み方は、はい。まあ、投稿テーマとしてはその他の投稿でいただいております、はい。杉山清隆さんを取り上げていただきありがとうございます、はいはい。生配信の伝突で思わず聞いてくださいと言ってしまいましたが、電話を切った後は言わなきゃよかったかなって後悔してました。大丈夫ですよ。コウさんがあまり新しい人はって言ってたので、多分先だろうなって思ってたら、なんと意外にも早くに上がったので嬉しく、うん、お二人が気に入っていただけたみたいなのでよかったです。これからも楽しい動画を楽しみに待ってます。毎日見るでいい。はい、ありがとうございます、はい。杉山清隆さんはだってあの他もいただいてましたからね、ま、前々からコメントにいただいてましたもんね。そうそう、結構多かった、はい。で、うん、ちょうどその村下幸三さんの動画がピョってバズったでしょ、はいはい、そうですね。ここに当てるべきやなと思ったんですよ、うん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 、あの英語英族のね、うん、部類でね、うん、で取り扱った、まあ、意外と杉山さんもポンっていったんで、そうですよね、やっぱりこう、あ、取り上げてほしいなって思う方がやっぱ多かったんだなって思って、まあ、いろいろその段取り的にちょうどあったんでやってみたんですけどもね、うんうん、でもあの杉山清隆さん結構コメントとかメールとか多かったっすよ、ね、あのでやってくださいって。そうですよ、でもそうやって声をいただける理由が実際聞いたら、あ、なるほどねっていう感じだったんで、うんうんうん、本当にええ声ですもんね、あの方ね。正直僕だから杉山清隆さんそのイメージがほぼわからんかったんですよ。申し訳ないですけど、ね、オメガドライブだけ知ってたみたいな。そうそうそう、でもそのオメガドライブもその言い方間違えてたし、そうドライブって、ね、ほんま申し訳ないんですけど。私はもう全然知らなかったんで、ちょっと僕より世代上の方ですから ね聞いてるのって、ね、で僕らの世代ってバンドブームやから、それ以降の方ですから、なかなかね、美しい声ですわ。そうそうそう、ほんまにいい声で、それで取り上げたら、うん、あ、意外とやっぱり見る人いるねっていうのがあって、ね、うん、いやまあ、いや僕としては嬉しいです。知っていただいてありがとうございますなんて、我々からしたらやっぱり知らないことも絶対ありますんでね、うん、こういう人いるよっていうのは、あの引き続き言っていただいて全然構いませんので、はい、はいはいはい、じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょうか、はい。次の方が佐賀駅北口修吾さんですね。佐賀駅の北口、すごいですね、あの、ありがとうございます、投稿テーマが人生を変えた曲、思い出の曲でいただいております、はい。いつも楽しく愛聴しています。愛聴っていうことかな。あの、そんな中、渡辺真知子さんの曲が今かと楽しみにしていますと。よかったら取り上げていただけたらと思ってます、はい。ではこれからも楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。あ、渡辺真知子さんもちょこちょこリクエストいただいてますね。そうですよね、私知ってますよこの方、うん、ソロやらないといけないですね。ソロですね、女性歌手、そうか、最近男性多いもんな、男性ね、男性ですね。おおっていう男性が多いですね。男性が多いですね。男性が多いですね。女性の方もちょっとやらんとあかんな。そうです ね。渡辺真知子さんちょうどいいですから ね。あ、そうか、世代的にもちょうど渡辺真知子さんは合うかな。はい、うん、渡辺真知子さん、私はあの結構テレビでなんか出てませんこの方。あのね、ちょくちょくいろいろ出てましたね。ですよね。うん、なんか私、あ、知ってるわと思って、うん、結構好きですこの方の歌。またねやろうと思います、はい。まあ、女性歌手もどんどん取り上げないと、まあ、どうなんやろな、今でもなんかあのね、村下幸三さんのファンが男性が多くて、うん、あ、で男性視聴率が一気に上がったんですよね、うちそうですね、前はあの女性の方がちょっと多いかなみたいな感じだったんですけど、前はね、女性の方が多かったんですけど、今男性の方がちょっとリードしちゃってるんで、でもあの村下幸三さんって男性歌手やから女性ファンがつくんかなと思いきや、うん、村下幸三さんはやっぱり安定のこう男性ファンが、男性ですねほんまにね。いや男性がやっぱりこうええー、なって思うポイントいっぱいあるじゃないですか、うん、村下幸三さんってね、うん、そうなんですよ、ちょっとその歌とか意外のいいところ
ていうかね、男性が好きなちょっとホビー系のところもあるんでね、うん、あと、うん、ギターがうまいっていうのが、うん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 、やっぱりそこが男性がその見がちなところなんで、ね、さりげなく凄さを出すっていうところも男性好きやないですか。それでね、男性が ね、今男性が 60% で女性が 40% ですね。お、めっちゃ逆転してますね。逆転しましたね、完全に。はい、じゃあこれはこれは女性のファンもちょっとあの、ね、見てもらわないと。まあ、でもあの女性アーティストは取り上げていきましょう、はい、今ね割合的にちょっと少ないかなっていうのはあるのはあるんで、はいはいはい、じゃあ次行きましょう、これ森田さん、森田芽衣、あ、森田芽衣か、森田芽衣さんですね、すみません、はいはい、投稿テーマが人生を変えた曲、思い出の曲でございます、はい、いつも楽しく拝見させていただいております、はい、ぜひ本家大橋純子さんと山口百恵さんのカバーしている黄昏マイラブを聴き比べてみてください。どちらもエグいです。黄昏マイラブ、これもちょっと聞いてみよう。大橋純子さん、大橋純子さんもちょこちょこリクエストいただいてますね。僕でもほとんどどなたですか、存じ上げてないんで、あの多分山口百恵さんと活動時期が一緒っていうことですか。ほぼ一緒なんでしょうね。あ、そうなんだ。ちょっとね、聞いてみよう。僕もほぼ知らないんで、大橋純子さんに関しては。本家ということは多分大橋純子さんの曲が黄昏マイラブっていうやつ で山口百恵さんがカバーしてるのを聴き比べたら、まあどっちもすごいから聞いてみてっていう話ですよね。へえ、大橋純子さん聞きましょうよ。大橋純子さんもね、僕、まあ、世代が全然違うっていうのもあったりとか、僕らの世代ってそのネットとかなかったんですよ。だから、そうですね。その若い時に気軽に他の曲を聴ける環境じゃないんですよ。そうなんです。テレビから流れてくるか、もしくはラジオから流れてくる曲主体で聴いてたんで、ほんで僕らの頃から娯楽が分散した、ね、時代なんですよ。昔みたいにその音楽だけ聴くとかテレビだけ見るとかいう時代じゃなくて、僕らの頃から、高校ぐらいからちょっとインターネットっていうのが出だし始めて、で僕結構早めにインターネットとかもしだしたし、で、あとほら小学校の頃からファミコンができたでしょ。この辺からこう娯楽が分散していった時代なんですね。そうですね。まあそれはあってっていうのか、でテレビを見る時間もあんまりなかったしなっていうのがあって、まあ、だからそんなん考えたら、私ちょうどその歌番組でめっちゃ好きで見てたのが歌の大辞典っていう歌が、あの番組があって、平成か今週のランキングとこの時期、この今の時期と同じ昭和の時代のランキングを比べるっていう、あったね、あれで私ね、その昭和の歌をめっちゃ聴いてたんですよね。それもあって山口百恵さんも知ってるし、はいはいはい、西城秀樹さんも知ってるし、あれちょろっと一節かなんかかかっていくねんな。そうですそうです、順番にね、はい、ああいうなんかこう番組あったらいいのになと思うんですけど、うん、でもこの大橋純子さんちょっと私存じ上げないですね。でもお名前とかはねもちろん知ってるんですけども、ね、その曲自体をそのまじまじと聞いたことがないんで、ちょっとまた取り上げようかなと思うんですけど、ね、どんなすごい凄さなんやろう、うん、ひっくり返るな、また私絶対これなかなかね、でも僕らの時代はその昔の古い音楽に触れるっていうのは難しい時代やったから、なかなか、なんか親が聴いてたとかだったらまだいいんですけど、うん、私親もう完全に洋楽しか聴かない人だったんで、今って楽やと思うんですけど ね、今ってそういうの触れやすいかなっていうのがあるんですけども、ね、だからあインターネットがもうちょっと早かったらよかったのになと思いながら、ね、私もそれ思いました、うん、僕らの頃はあれですよ、インターネットだから高校卒業したぐらいから自分でインターネットをし始めて、はいはいはい、あのテレ放題の時期ですよ。うわ懐かしい、テレ放題11時になったらピーガラ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 繋いで、でちょっとたまにやらしいサイト見に行ってで、やらしいサイト見に行ったら表示がこう猫またはい、ダズズね、またまたまたあーあーって一度ずつあーって、もう文字文字しながら見とった記憶がありますね。超アナログ、一個の写真見るのに 2,3 分かかっとったで、あれ。でも昔ほんま遅かったですもんね、うん、だって今も光回線が当たりますけど、うん、だから私の時代は電話回線だったんで、ISDN っていうのが出てくるのに、あ、 ISDN でちょっと早なってな、めっちゃ早なったやん、でも ADSL になった瞬間もっと早なったやんみたいな、うん、
のヤフー BB ぐらいが出た時にうわーっていう感動だったもんな、あのブロードバンドがね、成り出した時代はこんなスカ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 こうねシュ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 動くんや画面っていう感じやったんで、そんな時代やったな。そういう時ってその音楽のファイルのやり取りとかもできへんし、そうですよ、今みたいにストリーミングでピッて聴けるなんて、うん、なんか曲1個ダウンロードするね2日3日かかるわみたいな感じになるじゃないですか、うん、そうそうそう昔のあれやったら そんな時代なんで ね動画見るだなんてもってのほかでしたもんね。いやでもそう考えたら今こういう時代が来てよかったなと我々は思っておりますけどね。でもなかなかこの僕らの頃はなかなかその遡れなかったんですよ ね。でコメントに時々あるんですよ、なんでそんなんも知らんねんっていうコメントたまにあるんですよ、うん、いやしゃあないやってなるやん誰も教えてくれへんねんもん、あんたは全部知ってんのかと全部知ってるんですがあなたはって思うやん、まあ、あのまあ、いわゆる調べろっていうやつなんかと思うんですけども、うん、まあ、なかなかね、全部調べきってからっていうふうにすると毎日更新が途絶えてしまいますので、うん、ご容赦いただきたい。毎日更新が基本ですからね、はいはい、うん、まあ、それとあと自分らが楽しく楽にできるようにっていう、そうです、もうそこなんですよ、そうです、しんどなんの嫌なんで、もうね、はいはい、だから、やめちゃったもんね、あの前なんかほらめっちゃ調べてっていうか、あ、そうですよね、チャンネルが止まっちゃったやん去年ぐらいから、あれめっちゃ勉強になるな思って私見てたんですけどね、うん、でもあんだけのリサーチしてさ自分が知ってたとしても裏付けを取らないといけないでしょ、ね、あれをやろうと思ったら、うんうん、で全て裏付け取って調べて、うん、それでも間違う時ってあるから、うんうんうん、それをずっとこう発表していくっていう YouTube で労力すごいんやろなと、うん、ね、我々はね、そういう YouTube がしたいかというとそうじゃないっていうのがあって、うんうんうん、そもそもがその、まあ、自分たちも見てほしいっていうもちろん欲望がありますんで、目的がね、はい、目的がちょっとちゃうっていうのもあるんでね、はいはい、まあ、今後もこの感じでやってはいくと思いますけども、はいはい、ということで、はい、まあ、音楽ネタはそんなもんですね、そんなもんな感じですね、はいはい、じゃあ次ね、はい、他の話をいきましょう、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、はい、愛知県のジュンニーさんです、ありがとうございます、ホワイトボードよりかあとあとあとのね、はい、ホワイトボード組に入り入るより入らないみたいな感じですね、そうそうそう、はい、次行きましょう、読んでみましょう、はい、ジュンニーさんね、これいつもね理解に苦しむメッセージが多いから、いや、ちょっとね、楽しい感じのね、どうしようかな、くだらないし恥ずかしい話、あの投稿テーマはくだらない話ですね、はい、はい、手紙をルームさんに書いたけど、はい、出しそびれ昼書いたけど自信がない、青いボールペンで書いたけど青いインクが綺麗でしょ、白い便箋が悲しいでしょ、かっこ、そして、22年4月18日の9時22分職場に遅刻間違いない、タクシーでもダメの雨の月曜日、これなんて理解したらいいんですかこれもしかしたら投稿考えてたら会社遅刻しましたよ、うん、ですか、ジュンニーさん青いインクが綺麗でしょ、でも懐かしいですね、昔ほら万年筆って青いインクやったっすからね、そうですよね、そうだわ、白い便箋に青いインクっていう感じやったんですよ、今ってあんま青いインク使う人っていないからあんまりいてないですね、黒ですもんね、昔万年筆って僕も持ってたんですけどね、あれ男性は1本持っといた方がいいですよね、万年筆ってねって言われてんけど、ビジネスマンはやったらなんかぐしゃぐしゃなってびっちゃびちゃになるからもう捨てたあれね、扱い方間違えたらもうここのポッケの中でインクがビシャーなってるんですよね、あるんでね、万年筆って持ってましたけどね僕も、あのなんかおかんが買うてくれたから、なんか成人かなんかの時にやった万年筆ぐらい持ってきなさいって言って、うん、一切使うことなかったんけど、まあ、でも今後使うことあんまなくなるかもしれへんですね、万年筆って、まあ、サインすることすらも、そう書くことすらないんやから、紙がもうなくなってきてるから、でもこれですから ね、なんかまあそう考えたら味気ない世界なのかもしれないですけどね、そんな、うん、だからもうジュニーさん、くだらない話は投稿考えた会社遅刻しましたっていう内容だと思いますよ、ご自身のくだらない話、じゃあ会社で考えてくださいもっとあかんやつ、いやあかんやつですよ、仕事してっていう、会社で考えるっていう、仕事してっていうね、うん、まあ、でも会社ってそのさサボれる会社もあるやん、まあ、ありますね、で俺ね昔いたね、はい、ちょっと IT 系の会社に入ってたことがあったんですけど、はい、2年ぐらいね、うん、でその時はまあまあサボれる会社やったんですよ
まあ多分何やっててもほぼバレへんような会社で、そういう会社行くとダメですね、やっぱね、堕落しますね人間って。仕事しなくなりますよね、うん、なんかね、ベンチャー企業なんで、そのここにこうするっていう仕事の流れがあんまり決まってなくて、無駄に人だけがいてて、でその、まあ、言うたら小学校で言うたら班みたいなもんで、うん、6人のチームで班を作って、でこっちは、通販係みたいな感じでやってたんですけども、はいはい、なんかをこう企画してくれて、じゃあ新しいサイトを作ってまた別の商売を始めるとか、なんかいろいろ企画するんですけども、資料作ってるふりをしてサボってるとかようありましたからね。分かれへん分かれへん、そんなまあ画面見てたらなんかしとるわなんですね。でも気持ち悪かったっすよ、みんながみんなこの人パソコンで画面してカチャ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 やったからね。多分その社長がそういう会社をやりたかった人なんでしょうね、そういうオフィスっぽいやつを憧れてたんでしょうね。なるほどね、システム屋やったんで、はあ、パソコンみたいな。で俺初めてそこに入社した時に、何やこの会社と思って俺その調理とか現場とか体動かしとった人間やから、そうですよ、ね、パソコンでごらんわ、絵でカチカチして、こいつら何やったんねんと思ってずっと画面見てしまって、仕事したんかいって思ってたんですけども、意外と自分もサボってしまうっていうね、飲まれてしまうんですよね、そういうとこに入ると。で僕タバコ吸いなんで、もうタバコ休憩室があって、そこ行くと休憩できるっていうのもあるしね。意外と自由すぎる会社やったんでね、もうお菓子ポリポリ机で食いながらとか、まあかも太る原因やわ、そんなしたら、そうお菓子ポリポリしながらね、コーヒー飲みながら、もうこんなんやりながら、なんかパソコンガチガチしとって一日でやってる仕事の量なんか、もうこんだけしか、もうちょっとしかないのにね8時間潰してみたいな、公務員みたいな生活しとったんですけど、そんな時代もありましたな。それはいかんですよ、高さん、いかんですよ。それにそういうところに入って慣れてしまうと、人間自体がそうなってしまうから、これはいかんわと思ってやめましたけど、ね、うん、本当にね、面白くもあんまなかったしな、その時は。まあ、そんなもありましたわ。はい、という話でよろしいですか間違ってたらすいません、はい、はい、次行きましょう、はい、神奈川県のマサさんでございます。 ありがとうございます。これもくだらない話でいただいております。はい、はい、私が横浜に住んでいた20年ぐらい前の話です。友達と思い切って回転じゃない方のお寿司屋さんに行った時のこと、そこで女性のお客様がいらっしゃってたのですが、何やら座られているカウンターにネタだけがたくさん残っていたのですが、よく見るといろいろ頼まれていたのですが、食べているのはシャリだけ。え？何が嬉しいのか疑問でした。究極のグルメなのか、皆さんはどう思われますか。ちょっと待って、ネタの方が重要ちゃいますシャリだけ食べる、これをだから、なんでシャリだけ食べるっていう、な、理解できへん。でもシャリだけ食べんねやったら同じネタでいいよねって、例えばその卵とか安いやつをばっかり頼んで卵を残してシャリだけ食べたらええやと思うんですけど、あのちょっとネタの味がほんのりついてるシャリがうまいとか、そんなんですか。いやー、じゃない、僕的には、実はその刺身残したやつで刺身定食作りたかったんじゃん意味わかんない、じゃあ食えよいう話でしょ。あのご飯と一緒に食べるのはあんま好きじゃなくても、刺身として食うのが好きっていう人世の中にはいるしね。じゃあ寿司屋食んなよで、最初にあんまり食べたくないシャリを先に処分しちゃう人って、僕そっち派なんですよ。あ、嫌なもんから先片付けるタイプなんで、そっちタイプの人はとりあえずシャリ食べといてネタだけ残して、ちょっと待ってください、これってネタだけがたくさん残って、そうそう、ネタだけが残ってる状態だ。だからネタを食べずに帰ったってことですか、これ。帰ったんかな、この帰ったかどうか分からないけど、帰ってないとしたら、帰ってたらちょっと頭おかしい。頭おかしいですけど。私そっちの方かなって思うんだ。あ、なるほどね。さっきにシャリを食べてネタをとりあえず並べといて。なんかするかもしれないですよ。っていう流れだったかもしれない。その、はいはいはい、ネタを置いたネタで、わーい刺身定食って作って刺身だけの味を味わってたかもしれないでしょ。でもそれ言うたらあかんですよ、ちょっと変わってはりますよね。変わってますよね。どうなんでしょうかね、それはね、分かんないですけど、そのご本人に聞かないと。それぐらいしか俺思い浮かばへんねんけど、シャリだけ食べる、あの回ってる寿司でそれやるのはいいんですけど、回ってない寿司でそれやるって、ちょっとなんかあの逆に失礼に値しないのかなと思ったんですけどね、そこの出してる方に。俺が職人やったら嫌やわな。ですよね。それやったら刺身って頼んでくれやって、回ってない寿司やって刺身って言ってくれたらやってくれるから、うん、大体は、ね、ですよね。
うん、やってくるんで刺身頼んだらええんちゃうかな。なんでシャリだけ食べるの、なんなんだよな、シャリマニア。でもシャリだけ頼んだらええやんって思うけどな。シャリだけ頼んだお寿司屋さんって意外とその回らないお寿司屋さんって柔軟に何でもやってくれるんで。そうなんですね。じゃあシャリだけなんか器に持って出してくださいって出してくれるんですか。うん、でシャリだけ食べたいねって言ったら何とかはしてくれるよ大体。てかほんま失礼それ。寿司屋ってそういうもんって僕は認識ありますけど、ないですか。その普通にネタがこう入っててこのネタを煮るとか焼くとか、煮るはないけど、でもなんかあの握りにするか刺身にするかとか、炙ってほしいとかって言っても、炙りにしてほしいとか大体のことは聞いてくれると思うんで、無茶じゃない限りは、うん、そういう風にしたらええんちゃうかなと思う。でもシャリだけ食べてネタ並べるんです。ちょっとそれはなんかあのお店の人にとってあまり良くないんじゃないのかって私は思っちゃいますけどね。変わってんな。誰かと来てるからシャリだけ食べて誰かがそのネタだけ食べるのか、あ、分からへんな。それも失礼でしょう。どっちにしろ嫌やな。行儀悪いですわほんま。握ったもんは剥がされるの嫌。行儀悪い。確かにそれちょっと嫌やなと思うな、うんうん、かもうあの握ったシャリだけネタだけっていうような形で出してくれっていう。あ、いやでもほんまそれしたら寿司屋くんなって私は思っちゃうタイプですね。うん、でも寿司屋っていうのは融通聞いてくれるもんなんでね、うん、なんかそっちを利用した方がええかなと僕はいろいろ言いますからね、うん、寿司屋行ったら、うん、あれやってくれこれやってくれるんだな。でそのそれがいいんですよ寿司屋って。その大将とコミュニケーションしながらこう、まあ そうですね、それをそうやって食べるのも、うんうんうん、あのパフォーマンスのうちなんで、うん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 、そういう楽しみ方した方がいいのになって思います。なんかあのこれ生以外で美味しい食べ方ありますかって私も聞いたりとかするんで、そうそう聞いてから、ね、これこれいいですよって言ってた、うんうん、あんじゃあそれでみたいな感じで、うん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 、それはよくある話ですから ね、うん、まあ、回転寿司はもう決め打ちできますけど、そうですね、回らない寿司はそんなもんやと思うんですよね、うん、まあ、回転寿司でその食べ方してもいいと思うんですよ。だってお店の人も目の前にいてないんで、何しようが別にねちょっとわっていうことないじゃないですか、うん、回らない寿司でそれはちょっとっていうのはね、まあ、資本主義やからお金払うとったらあれなんですけど、そうですけど、まあ、資本主義国ですからね、作ってる人もいろいろ考えてやってるんでね、はい、うん、ただそのなんか見栄えとしてはあんま用ないぞっていう、うん、確かに行儀は良くないですよね、うん、あのアーモンドチョコのアーモンドだけにして食べるっていうなんかもう外側だけ食べるやつでしょ、行儀悪いわ。ないわ。ほなチョコ食えよ普通のっていうね。なんかそんなあったかな俺。でもなんかいろいろやってたような気がするけどな。やってました。アーモンドチョコは結構やった。ガーのチョコだけ食べて、ガーのチョコだけ食べてで、アーモンドだけ最後にカリカリするのが好きやって。もう汚い食べ方。ベロ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 してチョコ取ってな。じゃあもう別々に買ってチョコ食べて、うん、アーモンドカリカリってやったらええやないですか。うん、なんかねでもアーモンドチョコってなんかしたくなんねんな。その外の皮剥がしたくなんねん。はあ、なるほど。なんか変な癖があんねやろな。こう皮剥がし壁みたいな、こうかさぶた取る人みたいな感じで、カリ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 して取るタイプ。そういうのがあるんじゃないかな多分。まあ、でも人が見てないところ、氷ガリガリするのもそうでしょ。あれ何やったっけ、ビタミン何が足りへんで、Dが何かが足りへんやろ。あ、そう、なんかの栄養素が足りてないっていう証拠ですよね、うん、っていうのもあるし、氷ガリガリ、うん、でもあれちっちゃい時から氷ガリガリする癖あったから、俺もそれは直したけど、あ、もう専用にしたけど、いろんな人いるじゃないですか。ね、いろんな癖って人間あるもんね。でも初めて聞きましたこのパターン。でもこういう癖の人、シャリだけ食べる言うて、癖の人かもしれないけどな。たまに回転寿司行ったらもうシャリだけ残ってて上のネタだけ食べてるっていうのを見ますけど、うん、まあ俺どっちも嫌ですけどね。あの物を残すのが嫌いな人なんで、そもそもほんまに、ね、自分が許せないですよ、うん、残してる俺嫌みたいな感じになるんで、お残しね、うん、私絶対食べますもん全部、うん、だいたい綺麗に食べて帰るんで、うんうん、もうよっぽど死ぬっていう時以外じゃなければ、もうこれ食ったらもう倒れて帰れませんっていうぐらいまで食ったら別やけど、大体、うん、食べるもんな、残さんもんな、基本残さないですね。別にちっちゃい時からそういう教育されたわけじゃないけどね、はい、俺は。あ、そうなんですか。あの小学校の先生が残したらあかんっていう先生で、あの担任がね 3,4 年の時は残してもええねんっていう先生やって、で 5,6 年で残したらあかんっていう先生になって、戸惑いますね。B は、まあ、まあそこまで残すなっていう感じではなかったけど、でもなんか今自分がその作る方に行ってからちょっと嫌で、まあ、手間と暇考えたら、
なんかちゃんと食べないとってなりますよね。僕はあんまり残さないように、その頼む時もだからいつもランさんと居酒屋入ったす、まずこれで行こうって言うやん俺。そうですね、まずここでで出てきて考えて次行こうって、うん、これね、でも友達によってはバッカみたいに頼むやつおるんですよ。いますね。え、そんだけ食べれんのみたいね。もうどう考えても食われへんやんっていう量をバーってで、ちょこちょこちょっとだと、あ、もう食べれない、じゃあ行こうみたいな感じで殺したのか思ったもんな。一番許せんわそれ。俺もうそんなん絶対無理なんで、できないですから、うん、そういう人も世の中にいるんで、こう、まあ、いろんな癖の人がまあでもいるからね。そういう人なんかも知らんで、シャリシャリシャリだけ食べる妖怪とか。何すかそれ、なんで妖怪が出てくるの。妖怪かもしれない。シャリだけを食べる妖怪。シャリだけ食べるかもしれない。もうやだ、もうそう、食べ方って大事ですよ、本当に。食べ方、ね、もうこれね、その人のなんかあの生きてきたなんかそのなんていうんですかね、うん、家庭が全部現れるんで、うんうん、私もこればっかり親に感謝せなあかんなと思うんですね、うんうん、食べ方はきれいにしろと、うん、あのね、食べ物は残したあかんと、うん、それの生産者がみんな泣くっていう風に教えられたんで、うん、だからいつも米食べて粒残すじゃないですか、うん、ほら農家のおじさん泣くよ言ってな、まあ、それ言えとったな、はい、のおじさん泣いたあかんから食べろよって食べたんで私いつもおじさん泣いたあかんから食べるか、おじさん泣いてもええから残すかどっちか。兄はその後者の方ですね。泣いてもええ泣いてもええから残すタイプね。泣いてもええ全然気にせへんよ、はい、ということで、はい、視聴者投稿のコーナーでございました。ちょっとした話10分トーク、ちょっとした話に変えました、新コーナーではなくて、新コーナーではなくても変えよう、はい、これはもう変えましょう、まあまあ、はい、何でもいいや、はい、でもいいね、結局、はい、ちょっとした話、ちょっとした話なんですけど、はい、まあくだらない話っちゃくだらない話になるんかもしれないですけどもね、はい、すいません、はいはい、終わりました、はい、はい、僕いろいろ気づいたことがありまして、はい、最近ちょっとやっぱりね、音楽業界やばいなっていうことをすごく気づいてて、お、それはメジャーインディーズ関係なく、うん、インディーズ関係なくっていうか、そのメジャーでもさ、その活動の仕方がそんな大きくなく、こじんまり活動してる方もまあいるじゃないですか、はいはいはい、でそういう方もいたりとかして、で最近さ、その我々がライブやるためにさ、ライブハウスを探すっていう作業を俺がしてたやん、はいはいはい、でこれがすごくて意外とないねん、はい、自分が思うようなところが、料理がある程度しっかりしてて、はい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 、そんな別に高級料理じゃなくていいですよ、普通にちゃんと食べれる、冷凍食品冷凍じゃないやつ、そんなんではないってことですね、ちゃんと作ってくれてるやつが出てきて、はいはい、ドリンクも普通にちゃんと作ってくれてるやつ、うん、で、30人50人ぐらいの入れるで、テーブルがあって、はいはいはい、っていうライブハウスって一回とない、あで、なんか人が入りやすそうなところで僕選ぶんですよ、はいはい、絶対、うんうん、あるんかなと思ってて、大阪にもうちょっと、でも全然なくて、何個かあってんけど、はい、そこがちょっといっぱいでっていう、あ2軒ぐらいあったんか、はい、あったから、はい、もう他にもないんかなっていろいろ探したけど、ないのと、あとむっちゃ高いところが多いっていう、あうん、これね、ライブハウスの高い理由って俺ちょっと最近気づいて、はい、ライブハウスってまあ僕ら我々インディーズがライブハウスやるときって大体ね、ワンマンライブやるとするやん、うちらだけでやります、はい、1日貸し切りますって言ったら、大体もうめっちゃ安くて10万からやねん、あ1日ね8時間6時間8時間で、はい、6時間ぐらいか8時間ぐらいで10万円が一番安いんちゃうかな、でそっから15万円で、場所によっては20万円のところもあるね、おお結構昨日やったっけ、おとといやったっけ、なんかメール来たところが何件か送ってんねんけど、はい、多分ねあれキャパで言うたらなんか100何十人って書いてるけど、はい、でもテーブルだし普通に入ったら多分30人が限界や、その仕切りで言うたら、はいはいはい、メートルで計算したらさ、そんな今時コロナやからぎゅうぎゅうなって、ね、立ち見でぎゅうぎゅうで、すし詰めなんてモルモットの詰めた感じ、状態のキャパを書き寄るから、なんでそういう書き方するんですか、うん、でもなんかライブハウスってそれ標準になってるやん、ここでもキャパ100人とか言うからな、ひどいな、うん、っていう世界よねライブハウスって、あーは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 ー、でそれで、やってるんやけど、でも高いやん、でもこれの2倍ぐらいのライブハウスやったかな、あーはーはーはー、客席がね、はいはいはい、
2倍もあったかなぐらいで、金額が1日20万8時間で高っ。でもそういうとこ多いのよ。なんで？なんでそんな値段するんですか？ここが俺が分かったところがあって、はい、これねプロがやるライブの基準じゃなくてアマチュアがライブやる基準やね。はあ、アマチュアって赤字でやってええやん。っていうか赤字でやるやんみんな、まあ、みんなでお金持ち寄って、はい、ほんでバンドも何バンドか集めてやるやんか。で5バンド6バンド集めて、はいはいはい、で1バンド2万円3万円とか、3万円ぐらいが平均かな。だから5バンド集めたら15万とかで6バンドやったら18万とかで、はいはいはい、それを基準になってんねん。なるほどね。アマチュアが基準になってるから、アマチュアってもう惜しみなく金使うから、もう自分がやりたいためやったら、はい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 、うん、アマチュアとかインディーズって。で俺らはあんまやらんけど、そのインディーズでももう自分がライブやるためやったらもう赤字でもどんどん、もうそんな人がほとんどやんが言うた ら、はい、だからそれが基準になってるから、ライブハウスって異様にその高騰してんねんな、値段が。きれいなかった。だからプロの人がなかなかそこで一日貸し切ってやるってできないんよねっていう。俺それに気づいて、なんでこんなライブハウス値段上がってんねやろと思って。どう考えても採算合わんねん。うーん、1人1万円取ってトントンぐらいやん。それいや1その価値あるんかい。そう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 、1万円取るんやったらもっとええとこでせなあかんっていうのが出てくるやんか、まあね、お金取るんやったら、うんうんうん、でもライブハウスって大体もう単価5000円か6000円 から1万円取らないとゼロにならへんねん、プロがやるとしたら。2、3000円やったらもう絶対赤やねん、あれ。うわ、あのワンマンでやってる時はね、はい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 、って考えたらやっぱりそのアマチュア基準に金額が決まってんねんなと思って。これしゃあないんだけどね、その資本主義ですから、そのアマチュアが、あの多いから、もう世の中今、うん、もうそのライブしたい人であふれ返ってるわけやから、うん、もう場所がなくてって、でコロナでライブハウスなくなったところもあるから、はいはいはい、余計に殺到するやんか、うん、で今いろいろ探したらやっぱりそういうとこ殺到してるから、まあ、値段はもともと高いんやろうけど、まあ、予約も結構埋まってるとこ多かったりとかで、アマチュア基準やから、だからあの値段が高い。で平日まず動かないやん、ライブハウス。まあそうです、ね、平日ってもう週に2日働くようなもんじゃない、うん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 、だからもう土日だけで稼ごうとするから、そんだけ単価上がるのもあるし、なるほど、ね、でそれでなんで需要があんねん言ったら、アマチュア基準やから、はい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 、アマチュアってお金どんだけ出してもやるから、特に若い子はしんどいけど、年齢の高い人って結構もう一バンドで4万5万ハロででもやるから、だって、1人何ぼか取ったらいいんでしょみたいな感じで、うん、1人1万円ずつぐらい取る時もあるもんな。それでも やりたがるから、でもそれが基準になってんねんなと思ってん、俺ライブハウスが。うわー、よくないわそれ。まあだからよくないんやけど、どうしようもないよなっていうのはこれって。でもそういう需要がある限りはその年代になるから。でもそれはプロの人がそこで商売としてやるにはちょっと厳しいなっていう、そういう場所を借りてやるって、でも中でも比較的良心的にそういうプロの方たちのために応援してるところもあるんです、もちろんね。あ、うん、中にはね、はいはいはい、でもそういうとこってすごい殺到しちゃうっていうか、数少ないから。で大体がでもその普通にテーブルとかで今のコロナで入れるとしたら、まあ大体30人から50人までが限界よねっていうライブハウスで、大体15万から20万ぐらい、うん、だから割ってみーさ、20万したとしようや、じゃあ1人4000円取らなあかん、チケット代だけで4000円取らなあかんで、そっからドリンクとまた別やから、結局1万円近く払わなあかんってことになりますよね、うん、なるから、1万円もいかんにしてもワンドリンクにしても、まあ、5000円ぐらいは払わなあかんねやろなっていう、ワンドリンクワンフードで安くても5000円は払わなあかんっていう、それぐらい戦闘成り立てへんから、だからこれプロがちょっとライブハウス使ってなんかやるっていうのも現実的じゃないよねっていう、もう俺は最近そう思うようになった。うん、このからくりっていうか、なんでこんなライブハウス高いんやろなっていう、普通のレンタルスペースの方が、まあ、全然安かったりするけど、って考えたらなんでこんな値段なんねやろなって考えたら、やっぱそういうことやなと、アマチュア基準やね、これが分かったなっていう。だからプロの方がライブできる場所がどんどん狭まってきて、アマチュアが今蔓延してる状態ですね。
ライブハウスはもうほぼそうじゃん。プロっていうかメジャーとかでやってる人ってほぼいない。でプロの人はホテルでやったりとか、運のいい人はそのホテルで歌わせてもらったりとか、あやったりとか、あとライブバーとかで、あのすごく良心的にやられてるところとかはそういう方を優先して逆にやってるところがあるんで、そういうところはいいなと思うんですけど、もっと増えたらいいのになと思うんだけどね。今だからもう音楽自体をそのプロが聞きに行くとかじゃなくて、アマチュアの方が多いよねっていう。アマチュアのその集いの場としてそのライブハウスが使われるから、さすがにそこを使ってやるっていうのはちょっと厳しいんちゃうって、単価上がるだけやからっていうのがあるからね。そういうことか、うん、だから金額がアマチュア基準、ね、これがプロ基準の金額にするとあんなに絶対取れないと思うんだよ。だ世の中がミュージシャンがほぼプロしかライブしないってなってたとしたら、はいはいはい、なってたとプロしかライブしないってなってたら、あの金額では絶対無理。ただアマチュアはなんぼ高かろうが自分たちがやるためにはお金を払うから、だからどんどん金額が跳ね上がってくる。今そういう状態かなっていう、なんかそのからくりが分かってんな、俺気づいたから。そんな考えたらライブハウス側はあのアマチュアでまあやってる人たちをお客さんにした方が儲かるっていう話ですよね、うん、プロって再、まあ、そもそもプロって採算そこまで取れへんから、ああいうところで見ないでしょ普通のライブハウスとか、うん、そのノルマ制のライブハウスでさ、うん、普通のプロの方ってまず見ないやん。見ないですね、うん、よっぽどそのライブハウスが何かでゲストで呼びましたとか、はいはいはい、そんなんでしか見たことがない、うん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 、自分で開催するってあんまないから、採算が合わんからやねあれって。そもそもがもうそもそもそのアマチュア同士のその憩いの場になってるから、なかなかその普通に商売として音楽をやってる人でそこに入り込むって難しいよな、それ気づいたな。これ自分がいろいろ見て思った。だから我々もそのね、一気に大きいとこやったら逆に言うとプロしか借りれないからやりやすいんやけど、我々みたいなこの中途半端なやつが一番困る状況やなっていう、そうですよね感じですね。うわでも20万はちょっと20万ってすごいですよ。でもほんまこの2個ぐらいの、この部屋2個分ぐらいの、狭いですよね。20万やですよ借りるの、っていうところ多いですよ。安くて15万かで10万以下っていうところまずないですね。うわ6時間とかで10万円とかじゃないですか、うん、でもこのスペースやったらこれ6時間借りて6000円でしょ。場所代で土地だけで言うたらそこに音響とかなんやかんやあるんで、だから僕はねうまいこと今その箱だけを探してそこに音響自分で入れよう思ってるんですよ。もう箱だけあれで音鳴らせたらええから、うんうんうん、そういう場所をこれからかき集めといて、そうですね、自分たち専用の場所というか他の人があんまりここは使わんやろっていうところを全部目つけといて、それをちょっとこれからいろいろ時間かけてやっていこうかなと思うんですけど、まあ、開拓ですよね。開拓ですね。既存のものを使うのではなく、ね、そう我々ができるような感じのところ、ないなら作りゃいいじゃんっていうあれですね。ちょっとあまりにもライブハウスのそのノルマ料っていうのがなんか昔より高いっていう感覚はしましたね。20万、まあ、そうか20万か。でもその普通にブッキングライブってあるんですよ。ライブハウスから出てくださいっていうので、うん、大体でも、2000円かける20枚って普通やから4万円やん、はい、30分出んのに4万円かかるわけやからそっかって考えたらそんなもんか5バンドで20万円はなって、ほんまにでもそういう世界になってきたんで30分、うわでもそれなんでそういうこと起こるかっていうと、その1週間分をそこで稼がんといかん、土日で平日はまあ言ったらもうほとんど休みみたいなもんで、うんうん、あんまりライブする人いないから、うんうんうん、まあ何かあればちょこっと貸し出すぐらいのもんなんで、だからほとんどその土日だけで稼ぐっていうあれがあるんで、それが本来はその平日もこううまいこと回してそこでも利益取れるようにしていけば、ね、もうちょっと全体的に安くはなるんかなと思うんですけども、うんうんうん、まあ、それって世の中の流れの話やからこれはどうしようもないよねっていうのがあって、ね、で僕らでも言うて採算重視のライブをするんで、うんうんうん、赤はあんまこきたくないなっていうのがあって、まあそれがあるんで、まあ最初の一発は大赤字でもええかなと思ってるんですけど、はいはい、正直ね実験としてやる分には、うんうんうん、でもそれ以降やる分に関してはせめてトントンかちょっと出るぐらいにしたいんで、そうですね、そういうまた別の考えの考え方でやっていかなかなっていうのは
今思いましたね。うん、なんかね今日もこっちで用意しようと思って、で箱だけ借りれる、もう買っちゃう、音響買っちゃう、買っちゃいます、買っちゃいます、ハードオフで、なんぼでもあんま安いで、10万あったらハードオフで音響買えるで、全部、まあそうですね、うん、ハードオフ行ってそこそこ程度のいいやつ買えるんで、10万あれば買ってどうか置いときゃいいやほんまね、場所だけ貸してくれたらもうあと全部やりますけど、箱だけあって、ね、その箱もそのここで音出せるよねっていうのを全部あの自分の中で資料として置いといて、でそういうところに自分で音響を持って、もう自分で作っちゃう、ライブハウスを、即席ライブハウス作っちゃうっていうサーカスみたいな感じ、ほんまですね、サーカスってすごいテント張ってやるじゃないですかそういう感じでやろうかなと思ってますけどね、やばいやばい、それが一番ええんかなっていうまあこれちょっと長いスパンというかね、すぐにはできないんで、こういろいろ探しながらとか、はい、でいろんな今つてとかのルートをたどってやっていこうと思うんですけどね、うんうんうん、そういうちょっと新たなやり方をやっていこうかなと我々は思ってますね。いろいろシビアですね。シビアです、本当お金にはシビアの、お金、ね、音楽でお金かかるんですよ ね本当に、みんなよくやってるよと思う、インディーズの人は、ね、だってインディーズなんて、だってそのほぼ赤字ですからね、うん、黒字の人ほぼほぼいないですもんね。こういうね、でも ほんと友達数人来てええ方やもんな。いやそうですそうです、そんなんすよ、はい、でもマジで、はい、僕らもそうでしたもん、うんうん、ほんま友達数人程度ですよね、数人読んで数人、うん、それが嫌やから、僕らはそのもともとその施設とかに行って、そういう温泉施設と、ね、はい、お客さんがこう通りすがりの人がいるところに行ってやってたんがそれなんですよ。なんか嫌やなって、友達ばっかり読むのって、集客のところで頭悩ませるんですよね。また人集めなあかんみたいな感じになるんで、うんうん、でやっぱりその誘う友達は、うわまた来た誘いがって思うじゃないですか、頻度が増えれば増えるほど、それ思われてるんやろなと思いながらでも誘わなあかんっていうのって、そう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 、病んでくるやん、うん、嫌なってくるんですよね。でもね、なんかライブすることもうこれインディーズの人たちほぼこれです。ええ、その状況ですよね、うん、みんなもう数人でも来てくれたらええよ、ね、来ないっていう時の方が多分多いかな、一、うんうん、人でやってるシンガーとかで結構多いです、僕の周りやと。もう一人も来ないとかいうのは、うん、でまあ対バンって言って他のバンドとかグループも出るからなんとかごまかせば聞くんだけど、うんうんうん、それもね病んでくるんで、そうですよね、僕らが YouTube に振り切ったのはそこですからね、うん、もうそのなんかもうこんなことやってたらあかんと思ってイラッと来て YouTube するってなったから、なんか非効率ですしね、うん、そういうのって。だって見に来るの友達だけって、うん、じゃあ何のために音楽やってんのみたいな、そう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 、そういうのがあるんで、ね、そこでイラッとしたんで YouTube になりますけどね、イラまあでもこの会場っていう問題がちょっと次出てきたんで、ここはいろいろいろんな方に協力しながら、ちょっと自分たち独自のその会場っていうのを、即席会場というか、うん、出張ライブハウスみたいな、ね、なんかそんなんできるような仕組みを作ろうかなと思ってるんで、ほんまなんかあのチンドン屋ではないですけど、大衆演劇のなんかそのあれではないですけどね、うんうん、ドラムをね入れるとなると結構難しくなってきて、そうっすよね、うん、ただそのうちのそのドラムのともくんって自作のちっちゃいドラムあるんですよ。あ、せや、うん、トラベル用ドラム自分で作ってるんですよ。すごないですね、めっちゃ DIY してるから、うんうん、それがあるからどこでも行けますよって言ってたんで、その辺はうちちょっとともくんパワーで行けると思う。そこちょっと甘えさせていただいてね、うん、ね、トラベルだからちっちゃい会場やったら別にドラムありでも行けると思うんだ、その音量がそんな大きくないから、うんうんうん、フルサイズでロックでガーってやるとなるとやっぱりそれなりの箱いるんで、そうですね、音が大きいんでね、うん、そこはちょっと何か工夫して、俺久しぶりにあんま知り合い使いたくないけど、知り合いのつても全部使おうかな思ってるから、今回ねちょっとすいませんが力を貸してください言うて、ねえ、もう会場探しも苦労しますね、ほんまにね、うん、やっぱりこれライブハウスでは採算合わんというか、めちゃくちゃチケット高く売らないと採算が合わん、ほんまに最低5000円でマックスで1万円近くなるよねって、もう視聴者様とか来るお客様に優しくない、それは優しくない、優しくないライブハウスを借りるとどうしてもそれだけやらんと採算取れへんくなんねんな、うん、って感じですね、うん、かというてぎゅうぎゅうにモルモットみたいにこうあの詰めるわけにいかんやん。いやもうそれで何かあったらもう、うん、後ろ指刺されまくりですよ我々、そうそう絶対スペース上げてやらなかったから、うん、って考えたらライブハウスではちょっとこれはもう採算取れへんなってなったんで、ね、僕の計算上
だからなんか別のうまいやり方を考えて、まあ、あの最初の一発目はもう実験で赤字でも何でもええかと思ってるんで、まあ、ね、それ以降はちょっと考えつつやろうかなと思ってます、はい、そんなちょっと意外と音楽の深刻な悩みもあるぞということで、はいはい、まあ、なんか解決できるっしょなんとか俺の頭を使えば CPU いっぱい使って頑張ってください、はい、まあ、あの視聴者でもし何かいいアイデアあるよって、うん、視聴者さんでね、はい、あれば、送っていただければまたいいかなと思います、はいはい、ということで、ちょっとした話です、ね、10分トークでございました。ありがとうございます、はい、はいはい、エンディングでございます。エモタケタワー、皆様お疲れ様でした。さあということで、このオールナイト関西の翌日は名古屋です。そうです、郷ひろみさんのね、郷ひろみさんです。チケットも全部買ってるんで、はい、特急の券もあるんで。そうですよ、火の鳥乗っていきますよ。火の鳥っていう昔手塚治虫さんのアニメやったら知ってます？あ、そうなんですか。うん、あ、だからか、私あの地元がね、そのた、手塚治虫さんが生まれ育った町なんで、うん、手塚治虫館っていうのがあるんですよ、うんうん、でそこの前に火の鳥って、そうそうそう、銅像が立っとんで、映画であったんですよ、火の鳥っていう。もともとあの方の漫画が、うん、そう、火の鳥っていうのあったんですよ。もと、そうなんだ。あーはーはーはー、内容を忘れちゃいましたけど内容知りません。なんかね、テレビで映画のなんかで、はい、水曜ロードショーなんやわからんけど、はい、なんかそんなんでやってた。あ、やってたんすか。見てたんですけど、もうだいぶ昔ですよ。でも内容忘れちゃいましたね、もうちっちゃすぎて。その時は小学生かなんかやったから。火の鳥ね、火の鳥なんですね。それに乗って、まあ、名古屋まで行って、行きますよ、コンサート行って、その後配信してて、いつもの流れになりますけども、バタバタです今回は。まあ、今回バタバタですね、私が仕事終わってもう直行して行かなきゃいけないので、うんうん、もしかしたらその、ゴーストのライブですっていう風なね、動画上げるときに髪の毛めちゃくちゃ振り乱して、もうなんかすごい汚い状態になってるかもしれないですけど着替えはもう持ってきたらいいから。そうですね。でも、そのとりあえず電車に乗るそうというのを優先。電車に乗り遅れないっていう最大のミッションが待ってます。それがまず最優先ですよね、うん、それ以外はあの後のことはどうでもなるから。汗たくでもなんかドロドロになってるかもしれないんですよ、うん、顔が。そうね、その日はほんまに大変なんですよ。もう過密スケジュールで移動が頑張ります、遅れないように頑張ります。サラリーマンのあれはな、はい、言うてサラリーマンですからね。いや、私サラリーマンでございますよ、もうね、僕は自由人ですけど、はい、まあそんな感じで名古屋行ってっていう感じなんですけども、はい、まあ、でも5月は何もないか。5月は何もないです、ね、5月6月多分何も入れないです、はい、6月ライブはこう、ね、日程だけはもう取ってるんで、はい、6月に、あ、またこれ発表しますけど、6月は、はい、何もないと思います。5月、はい、まあ、5月は何かもしあったらちょろっとは見に行っていいかなって思ってるんですけど。そうですね、でも5月私また東京出張行きますんで、ちょっと前半いませんけれども関西に、だからね、ちょっと5月、はい、6月は多分また7月からコンサートも行くとか。そうですね、はい、6月はちょっと自分たちのねライブをしようと思ってるんで、そこに結構、まあ、その準備ですよね。結構詰めんとあかんのよ、はい言うてそんな練習してんや、うん、そうなんですよね。だからその集まるのは集まるであれだけど、多分ランさんの個別で声出しもやらなあかんなとか思いながら、やっとかんと多分間に合わへんなとか思いながら、はいはい、まあ、楽器隊は多分自分でちゃんと練習するからいいと思うんですけど、はい、ランさん自分で練習しないですから、はい、みんな怒ったってくださいほんま人からでこう練習するとかね、行かなあかんのですけどね、ほんまにね、カラオケ行って、ね、自分で自分を管理せえへんな、皆さんね楽器隊はもうやってるで。だってすごないあの楽器隊、だってパッて言っただけでもうあんだけ作ってくんでね、うん、何の指示もしないのに練習してきてねなんすごいわと思うけど、はい、それちゃんと期待に応えられるようにランさんだから、ちょっと曖昧にランさんのね歌の声出しもどっかでやらなあかんなと思いながら、まあ、スタジオでも公演でも何でもいいんですけど、まあ、そういうのも入れつつ時間作らなあかんですね、ほんまにね、はい、もうちょっと気合い入れて、はい、ちょっと一発目ね、はい、やろうかなと思ってる、はい、それまた決まり次第告知しますんで、はいはい、ちょっとさっき言いかけてんけどなうーって出かけてんけど、うん、ちょっとまだ細かいとこ決まってないか言われへんわ、出かけて戻しましたもんね、みたいなここからブーって出るそこから出さんとってください下に降りてもたやつねでもね、まあもう
今しかやる時がないんで、はい、もう今後本当どうなるか分かんないですよ。もう読めないんでね。だからライブやって今後それができるかというと、最初俺大赤字ぶっこいてでも実験でやりゃええわと思ってるんだけど、その後は採算やっぱ取れないとしんどくなるから、そうですね、せめてプラマイゼロにしてんときついからっていうのがあって、できるかどうかっていうのはちょっとお約束ができない状態なん で、ね、でまあ環境もどう変わるか分からへんしっていうのはまだね、コロナもそんな終わったわけじゃないんで、っていうのがあるんで、まあまあ、はい、緊急事態とかなることはないとは思うんですけど、まあとりあえずやれる時にやっとこうっていうのがあるんで、まあタイミング逃してしまうとまたできませんっていうになっちゃうんで、そうできませんってなるんで、だからもう本当、ね、その日暮らしみたいな感じだな。その日暮らしです。もうその時ああできたねーって次できるかなーっていう感じでやっていくとは思うんですけどね、とりあえずはね。ああまあそんな感じでなんとかね、はい、やっていこうと思ってます。はい、ということでね、オールナイト関西第59回目か、はい、はい、ちょっと長々長々なってないか、長々なってないです、はい、今回、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方と、来週金曜日夜の11時23時にお会いいたしましょうということで、今週もお疲れ様でございました、はい、ではでは来週も見てやー、ありがとうございます。